それじゃあ百歳会を始めます。最初に、長く写真で毎月これで撮った黒沢ひろしさんが亡くなられました。元気に歌っていただくわけですが、まあ、代わりに忍んで黒沢ひろしさんの花ならばを聞きたいと思います。
まあ、新しくたくさんの方に見ていただいて、一言言葉をいただいて、それから時事問題を始めたいと思います。田中英介と申します。英介さん、この方は陸軍大将の戦後に昭和20年の8月24日に滑北になった。ここです。あ、ピストルです。ピストルで、自決された方です。おじいさんがそのお孫さんで、私との縁は西山さん通じてお目にかかったんだけども、私が田中大将の薬師如来を持ってます。私がそれを見つけたのは50年前に手に入れたもんだけども、関東大震災、あの東北大震災で壊れて、それの修復をした時に薬師如来のお腹から田中陸軍大将の名前が出てきた。それで戦後、この皇室が絡んで、秩父の宮、高松の宮が絡んで、陸軍省に置いてあったものだけど、それがバレれば、GHQ にバレれば、皇室の永久戦犯に問われるということで隠したわけですね。だから15日以後の消息がわからない行方不明になったわけです。これはそれが我々修理を沢田製鋼美術館に依頼せなきゃいけないなって、そして沢田製鋼美術館が息子の沢田なんとか急ぎで、それで、あ、これは親父の作ったものだと、行方不明になってたんです、ここにあったんですかという驚いた衝動でびっくりして、まあ、その修理に当たったわけですが、まあ、そういう因縁付きのものがあって、その沢田製鋼がこの美術品を作った場所が田園調布だったわけです。田園調布の沢田製鋼の工房があったわけです。その工房にこの沢田製鋼の弟子が、私がここへ移る時にちょっと修復を頼んだわけ。そんな電柱の駅から どこですか言うから、蓬莱公園の前だと言うと、あ、蓬莱公園の前ですねって来たわけ。お前なぜ蓬莱公園知ってるんだと聞いたら、いや、若い頃ここに寝泊まりしてこの近所に住んでたと。どこに住んでたかと言うと、沢田製鋼の工房に住んでたんだということで、それでその
まれた場所が田町だということも分かって、まあ因縁深いものがあるなと。ほんでお孫さんが住んでるのを隣の奥沢なんです、ね、だからみんなこうあのつながるわけ。だからまあ不思議な縁の持った仏像だなと思ってるわけ。私の祖父がね、この襖町に住んでたんです。ああそうですか。都立大学ってことですね。あそこに大きな家があったんです。ああ陸軍大将の、ええ、で母方のおじいさんが海軍大将か中将です。海軍中将でね、軍人の子供が、孫が今ピアノの調教、うん、修復ですね。修復をやっておられる、まあ、そういうことでちょっとご挨拶してもらいます。あんたのこともします。先生今ここに座って。あの田中と申します。今日初めてお邪魔させていただきまして、あのお元気なお姿拝見して大変嬉しく思います。あの今ご紹介していただいたんですけどもね、あのもともと私はあの大学は物理学なんですね。それで5年間ぐらい富士通の研究所におりまして、それを辞めましてね、あの音楽学校の調律科に入りまして、そこで2年勉強して、それからあのまた日本一って言われてる先生のところに弟子入りしたんですけれども、どうもあの技術系を専攻してきたもんですからね、論理的にこう考えるとなんか先生に言ってることおかしいんじゃねえかなってことが結構ありましてね、すごく矛盾感じて、それであの世界一のピアノを作ってるところにちょっと工場にね、あのドイツに行きまして、まあ先生がすごくいい先生だったんですね。あのベシュタインっていうピアノなんですけども、あのピアノのストラディヴァリウスって言われてる、スターウェイよりはるかに音が美しい、世界の64カ国の王室に入ってるピアノなんですけれども、あのそこのね、あのベルリンフィル担当してるあのマイスターにずっと教わりました。でも主に教わったのは音色を美しくする技術なんですね。ですから一言で言っても非常に難しいんですけどね、もう行ったり来たり行ったり来たりで、もう10回ぐらいですかね、ベルリンに行ったり来たりで、それで勉強して、昔のモーツァルトのちょっと以降の、あのピアノから現代のものまでずっと修復してまいりましたけれども、まあ、私の仕事とは今修復が主ですね。修復とあの音色を美しくするあの技術ですね。それとかあと世界的なピアニストが来た時にピアノの調律と調整をこう1対1で喧嘩しながら調整していく仕事なんですけれども、まあそんな仕事ですけれども、それとね、先生が今おっしゃられました、あの私の祖父のことなんですけれども、私の祖父はもともと陸士陸大出ましてね、まあ、首席だったもんですから、あの頃あのイギリスのオックスフォードにあの留学したんですね。で専攻がねまた全然軍と関係なくて英文科のシェイクスピア専攻してるんですね。でまあ日本陸軍で一番英語がうまい人だったっていうふうに言われてるんですけれども、ええ、それで、その後イギリスの駐在武官やっておりましたね。その後メキシコの駐在武官やって、その後ワシントンのアメリカの駐在武官やってたんですね。うん、それで私の父か母方の祖父がちょうど陸軍海軍で一緒だったんですね。で母方の祖父はやっぱり海軍兵学校出て海軍大学出て、それとジョーンズ・ホプキンソン大学ですか、アメリカのあそこに留学してるんですね。それでずっと駐在付き武官ということは
要するにアメリカの諜報をね、全部情報を集めて、日本に打電して、情報を流す仕事なんですね。それとあと、アメリカの財界人とか政治家とね、なるべく交流を持って、今やアメリカの動向がどういうふうになってるかっていうのをこう分析しながら、でどうもね、祖父同士が非常に今までと違って仲が良かったらしくてね、もう一切陸軍海軍の、秘密は一切なかったよっていうふうに、それは僕祖父から聞いたんですね。それでね、マッカーサーともすごく親しかったんですよ、祖父の2人は。でマッカーサーといつもねトランプやってる仲だったんですね。それでね、私が音楽好きになったっていう理由がありましたね。私の祖父が本当に、母方の祖父がすごく音楽が好きで、アメリカのメトロポリタン劇場とかカーネギーホールでね、もう世界的な歌手とかカルーソなんかも聴いてるんですよ、実際に。それでね、相当なSP 版の78書いてるのね、レコード版をアメリカから帰ってくるときに持って帰ってきたんですね、船便で。それがね、もう山ほどあったんです、うちに。で、私は生まれた時からもうそういうのに囲まれて育ったもんですからね、それこそピアノで言ったらもうコルトとかバックハウスとか、もう世界的な演奏家の演奏ですね、そんなのはもうずっとポンチコンキで毎日聴いてたような状況。それで耳が訓練されてきたっていうんでしょうかね、それで音楽好きになっちゃったんですね。それともう一つはね、音楽好きになった理由がありましたね。私はもう陸軍大将の孫ですからね、戦後小学校の先生にね、ものすごくいじめられたんです。小学校中学校の先生にね、軍人の息子に、父も軍人だったもんですからね、軍人の指定に教育受けさせちゃいかんっていうような風潮が日教組の中にありましてね、それでとにかく小学校のもう入学した日からぶん殴られたんですよ、小学校の1年そういう記憶があるもんですからね、とにかくね、怖くていつも教室に入れないような状態でしたね。で中学校ではもう本当に全教科の先生にいじめられましたね。それでね、私自身がなぜ自分だけこうやっていじめられるのかどうしても理解できなくてね、で私はもう先生に対する反抗の意味でね、試験全部白紙で出したんです、小学校中学校。そうするとますます先生が怒ってねまあそんなような子供時代でしたんでね、そんでそれこの嫌なことから逃れるためにね、毎日クラシックの音楽3時間4時間聴いてました、聞いてましたかね。それでもう小学校の時にはね、ほとんどのもうフルトベングラーからないからみんな聴いてましたそういうことで音楽好きになっちゃったんですね。まあそんなことで、それからね、面白いことが一つあってね、トランプしてた仲なんですね、祖父とマッカーサーが。それでマッカーサーがこう来る厚木に降りてきましたよね。あの時パイプ加えて降りてきたんだけど、3日ぐらい前にね、父の秘書官がね、閣下、マッカーサーとお会いしますかっつって言われた時にね、私的には非常に会いたいけどね、公的には会えないっつってね、それで3日前に自決したんですけれども、その自決した場所っていうのがまたすごく奇遇でね、あそこの GHQ の本部が今の第一生命の、それでね、そこが東部軍司令官の祖父がいたとこなんですよ。それでね、ちょうど祖父が自決して3日後にマッカーサーが来て、なんだここで田中が自決したのかっつってね、それでびっくりして、なんか声出して泣いてたそうです。一番親しい人亡くしたっつって。だからもしかしたらなんですけどもね、戦後のいろいろGHQ の判断をね、いろんな憲法作ったり、なんかその時にもしかしたらね、祖父に相談があったかもしれないんですよ。この戦犯にする前にね、祖父にそういう相談があった可能性もあるんですね。まあそういうことで、はい、長々失礼しました。はい、田中さん、緑黄色を守られた、え、
90事件ってね、8月の15日に玉音放送がありましたよね。で、その前の日にね、反乱将校がいて、陛下が録音されたあれをね、玉音版が NHK で放送されちゃうともう終戦決定しちゃうんで、その前の日になんとかその録音版をね、ダッシュしようとしたんですね。それで夜中のまで皇居の中を探し回ったんですね。で、この絵師団長なんかも殺されて偽命令出してね、その時に夜中の3時頃だったかな、祖父が一人で行って、たくさん連れてくとねドンパチになっちゃうからっていうことで祖父が一人で行ってね、それでみんなを説得して、それで終戦になったんですね。だから死亡者の若い若手の将校の何人かの将校はね、そこで自決しちゃったんですね。まあそういうことで、はいはい、続いて和田先生。とりあえず冊数が足りないと申し訳ないんですけど、7部だけ原稿と持ってきました。で、私はロシア領の研究家の弁護士の和田ですけれど、実は待望の先月から東京に帰ってきましたので、で帰ってくるきっかけ、なんで帰ってこようかと思ったきっかけは今回の記事に書かさせていただいたことなんですけれど、ただまあ私の読みと全く違ったところに波紋がありまして、うちに帰ろうかと思ったらうちに帰らしかないということで、事務所は東京の麹町の交差点のところの事務所に決まって、正式登録は11月の1日からなんですけれど、まあ残念ながら家には帰れないので、小さなワンルーム江戸川橋ですけれど、まあ、そこに住んでるというような状況でございます。で、なんで帰ろうかというふうに言ったのが今日のそのお配りして、まあ冊数が足りないのでご希望の方があればということなんですけれど、もともと私は去年から東京に帰ってきたいとずっと思ってたんですけれど、それは何でかっていうと、その去年の3月ぐらいの時にアメリカの3つの銀行が金融破綻しましたよね。あともう一つクレディ・スイス の銀行が USB に合併したということもあって、あれが去年のちょうどゴールデンウィークぐらいに私が書いた原稿なんですけれど、これはまあきっと2008年 そのリーマンショックの再来みたいになるんじゃないかっていうふうに去年 の5月の段階で思って、それでそういうふうな動きを始めたんですけれど、去年の原稿で書いたことが実は去年の原稿なんですけど、私が思っていたのは今のことなんですね。1年後の今のことを私は去年の原稿で書いたんですけれど、それがまあだん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 少しずつ形になりつつあるかなというように思って、それでご紹介で今日お持ちをしましたということですね。あともう一つ、その私客祭館にお邪魔するのはちょうど今年初めてなんですね。で、去年のちょうど12月31日で、今カレンダー調べたら12月31日の客祭館多分お邪魔したんじゃないかなと思うんですけれど、あれは去年のことなので今年は初めてなの で去年から今年の間に私が書いた原稿、もう一つはイスラエルとガザの話を原稿に書きましたということで、これは去年の10月7日がイスラエルのガザの侵攻だったわけですけれど、あれはもうそれはちょうどそのきっかけとしては、ジェイコブ・ロシアルドが亡くなったことで、ロシアルドがイスラエルを作ったということが私のテーマだったんですけれど、それを絡めてガザの侵攻のことを書いて、これがまあ多分それほど多分どっかでストップするっていうことじゃなくて、どんどんエスカレートしていくんじゃないかっていうことが、私が1年前この半年ぐらい前に書いた原稿で、まあ、実は私去年先月からずっと引っ越しずっとやってたので、最近のことは全然追っかけてないんですけれど、ただまあ起きてる現象はもうどん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 やっぱり1年前にもともと私がその危険結構のこともそうですし、イスラエルのガザの侵攻のことも、まあ、多分どん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 そういう方向に進んでんじゃないかなと、細かなことはちょっともう追いかけられてないので全然できてないんですけれども、流れとしては、で、なんで私がこういうことを始めてるかと、まあいろいろあれですね、
まあ、いろいろ他の雑用が多くてなかなかできてないことで、大筋だけお話しさせていただくと、私は2008年にロンドンに行ってロスチャイルドビルを見つけた時にすごい苦労したんですけれど、まあ、その時から2008年のリーマンショックはこれじゃ終わりじゃないということが私はずっと言いたいこと で、必ずもう一個リーマンショックみたいなのが起きるんじゃないかなということが2008年からずっと、あれからもう16年も経つんですけどね、まあ、16年も経つんですけれど、ただまあ必ず2008年のリーマンショックのもう一回で、なんで2008年のリーマンショックがもう一回起きるかというと、2008年のリーマンショックの時は大きなイベントが9月だったんですね。でビッグイベントは私は10月に起きると、総裁のところで私はこういう話を10月に金融強国が起きるって話をさせていただいて、今年はちょうど9年目10年目にあるんですけれど、まあ、そういう意味ではもう総裁に本当に申し訳ないと思うんですけれど、ただまあ今年はね、まあ、そういうもともとその一連の流れの中で今年が本当にもうそれがかなり近いんじゃないかと、まあ、10月に起きるか11月に起きるか来年になるかそれは分からないんですけれど、まあ、2008年のリーマンショックがもう一回必ず起きるっていうことと、やはり多くの方は残念ながら金融の専門家は金融のことしか言わないし、私はもう一つ その原稿で書かさせていただいたのは戦争のことですけどね、戦争の専門家は戦争のことしか言わないし、あとここでこういうこと言うとまたまた大きな問題になっちゃうかもわからないですけど、コロコロワクワクの話もね、コロコロワクワクの話も今度は医療のことは医療のことしか言わないし、実はこの3つはみんなつながってるってことが私が言いたいことなんですけれど、まあ、それがもともと一連のいろんな活動の大きな集大成が、まあ、今年この10月11月とかまだ来年にかけてあるんじゃないかと、まあ、その中の流れの一つが、まあ、今年 の先月ですか今月ですか自民党の総裁ですね、石破さんがなられましたけど、これもまたまた大きなやっぱりその日本の政治の転換点なんじゃないかなとやっぱ思うんですね。もともと今の立憲民主党の対抗馬の総裁は野田さんですよね。でちょうどもうそれこそ安倍政権ができる前ですけれど、もう十何年も前ですけれど、野田さんが衆議院解散して自民党が勝ってそれで政権チェンジになったということが十何年前ですけれど、僕今起きていることは反対になる可能性があるんじゃないかなと思うんですよね。石破さんがもともと自民党総裁になってこれからすぐにもう衆議院解散と、まあ、これはまあご衆議相場で今解散をすれば自民党を勝つんじゃないかということで、もともと石破さんが石破総理が衆議院解散ということになっているんだと思うんですけど、このやっぱり9月この10月11月にやはり一大大変換期が私は来るんじゃないかなという意味では、もともとその政権交代も十分あり得るし、また自民党もまたこのままの形で進むのかなというようなことも思いながら、まあ、それぐらい、まあ、この10月11月はそれなりに大きな転換点があってもおかしくないなというのが私の思いではあります。ちなみにただこういうことを言いましても10年も外してますし、私は今年の7月に渋沢栄一のお札が変わった時に出の目があってもおかしくないんじゃないかということをお話しさせていただいたんですけど、それも外れましたしね、できたお札を見ると本当でもすごくおもちゃみたいなお札になっていて不思議なお札だなと思いますし、あとこれからの世の中はキャッシュレスになるのでお札の買える意味がどれだけあるかなと思うんですけれど、まあ、それもあって出の身になるかなと思ったんですが、それも外れたので、まあ、そういった面ではあまり大きなことは言えませんが、ただ一大大きな転換点にあるということは、まあ、私はそうかなということで、まあ、ここで長い間お話しさせていただいたのは、お金がある人は金とか銀とかね、要はペーパーマネーが変わっていく、金融の仕組みが大きくガラッと変わるということが、この流れ自身は私はずっと外してますけど、大きな流れ自身はそんなに間違ってないと思うんですよね。だからその ペーパーマネーがやっぱり現物資産に変えていった方がいいんじゃないかという意味では、金と銀とかお金がある人はということで、お金がない人はやっぱりスーパーで物が買える時代をだん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 変わっていくんじゃないかなと、そういうふうに思いますので、お金がない人はどうやってその食料を調達するのかということが大事なんじゃないかということをここで何年か前からずっとお話しさせていただいてますけれど、まあ、その傾向はやっぱり変わってないんじゃないかなと、まあ、そんなふうに思いますということで、まあ、今日は久しぶりで1年ぶりですし、まあ、私もちょっと雑用が多すぎちゃってあんまり勉強できてませんですけれど、ただ流れは変わってないんじゃないかなということのご紹介でお話をさせていただきました、はい、どうもご清聴ありがとうございます。またよかったらこれまた参考にしてください。まあ、今の話、いや質問ありますか。
はい、上田総裁の上田さんに変わってましたけれども、はいはい、西銀の総裁ですよね、はい、だから、まあ、元々はだからあれはあれも8月の金融ショックがそこに関わってくるわけですけど、円キャリードトレードっていうね、もともとはだからずっとあの欧米 その、金利が高くて日本の金利が安かったので、日本円を調達してそれで外国に投資をすると、その分の金利差が儲かるということが円キャリートレードだったわけですけれど、だから欧米 その中央銀行は金利を下げて、日銀が金利をちょっと上げただけで8月の金融ショックになったわけですね。だから円キャリートレードの解消っていうことが今大きなトレンドになっていて、でこれがだからそれをするには隅田総裁ではできないわけですね。あの人ずっと金融緩和の人だったので、前の人はできないので、だからそれで上田さんが総裁になって、うん、新しいの総裁さんがせっかく持ってるわけじゃないんですけど、金利を少しずつ上げていくと。基本的には中央銀行が、皆さんの大きな勘違いしてるのは、中央銀行はお国のために働いていると思っていることが私は大きな間違いだと思っているわけで、私がここでお話をさせていただいているのもそこと関わっているわけですけど、日銀はプライベートバンクなわけですね。半官半民と言いながらプライベートバンクで、もともとは金融 あのロシア領内のそういう人たちの利益を図るために、彼らは金利の操作をしているわけですね。今までは金利を日本の金利をずっと低金利するままにしたまま、欧米の金利を上げることによって円キャリートレードで日本のお金を海外に投資をすることで大儲けしたわけですけど、それが対象になればなるほど、もう現金融の大きな変動が起きると。でちなみに円キャリートレードの回収は半分以下ですからね、まだこれから本番が来ると。これからですね。だからもともと世界中 その欧米の中央銀行が、まあ、他もそうかもわからないですけど、金利を下げて、日本はまた少し上げないと言ってきますけど、またあれはグラフなので、少しずつ上げていくわけです。上げると、そのまた円キャリートレードの解消になるので、8月みたいな金融ショック、あと石破さんが総裁になった時にも、現役石破ショックって起きてますし、ああいうのはいろんなことをかこつけて、ああいうショックを起こして、それでみんな の普通の投資をしている人たちを振り落とそうとするのは彼だ。そう。振り落とそうと。はい、まあ、でも基本的に彼らが一番儲かるのはショックの時に儲かるんですよ。普通の一般の個人投資家の人たちはショックの時に大損しますけど、それは当たる人は儲かりますけどね。ショックの時に彼らショックを作ることによって、ショックしてますからね。ショックがいつ起きるか彼らは知ってるわけですよ。ショックの時に彼ら大儲けをするというのは彼らのやり方なので、まあ、そこをご参考に。だから今と欧米の金利が下がって日銀の金利が上がるという大きなトレンドは変わらないと思います。円キャリートレードの解消がもともとの目的なので。わかりました。はい、それじゃあ次に、コスタリカの事情について奈良教授。失礼しました。何の話だっけ。コスタリカですか。コスタリカあまり話すことないんだけど。エルサルね、はい、はい、皆さんこんにちは、奈良です。私はもうコスタリカにずっと住んでまして、もうこれで46年目ぐらいになるんですが、総裁とは、40年前に、彼がコスタリカに来られた時にからの付き合いで、まあ、親父からの付き合いをずっと続けてさせていただいてます。まあ、コスタリカっていうのは、一応中米の小国で、経済的にはあまり、充実はしてるようでしてないという、しかし政治的には安定してる、中南米でも安定してる民主主義の国家で、それを謳い文句としてですね、観光事業を進めて、海外、特にスペイン、およびヨーロッパの、ホテル資源を、利用してですね、まあ、観光事業で、この20年間、国を、立ててるんですが、結局は上げ底と申しますか、もう、国内の中央銀行を中心とした
経済圏はもう崩壊状態で、昔からそれが立て直しができなくて二重構造になってるわけですね。二重社会に。で環境事業というのは、まあ、特に経済特区みたいな形 でそこで働いて、外国の人から、ドルを調達して、割とうまくいってる形なんですね。まあ、その他にコーヒー、バナナ、パイナップル、メロン、いろいろなものを輸出してますが、まあ、ビビたるもんで、一応その、なんていうんですかね、社会保障の一環として大事な、保健庁というところで、一応日本、コスタリカ国民、またそこにお金を納めている人が、まあ、ただ同然のように、医療関係がで、手術および、なんていうんですか、その世界でまれに見る保険の、手厚いことがなされてて、しかも外国人ですよね、特にニカラガ人の、移民の人たちとかが、これもただで、同然にお金を払わなくても一応保健庁の方が面倒を見ると、まあ、そういうことで、なかなか国の財政はうまくいかずこの40年間来てるわけですが、中米の中では、優等生ですよね。中米5カ国、またパナマを入れて6カ国の中で優等生とされて、で大きな変換は、ヨーロッパ、いや、ソ連が崩壊したときにですね、あの米国との間で、自由協定貿易を結んで、これが91年か92年ですねから、物がたくさん入ってくるようになって、その前はほとんど物がなくてですね、まあ、ロシア、またソビエト圏のような、経済圏に似てたわけですね。まあ、そういうところも僕は、まあ、若い頃18歳17歳で経験して、そこから資本主義経済圏のものがたくさんジャブジャブ入ってくる、まあ、日本みたいな、経済圏も経験するとですね、やはり、本当に良かったのかなと、ソビエト連邦下においての経済圏の方が、割と人間味があったというような感じがして、最近ですね。というのもやっぱり物がたくさんあると、要するにその物を中心として自分は生活を立てたいと、物がなきゃないで今度は自分の個性とかですね、精神性とかですね、物を大事にしてい、こうというか、これはキューバがそうですよね、でニカラガもそうですし、まあ、そういう二局面の今の世界の中で、泳いでるわけですが、まあ、ともかく、まあ、そういうこともありですね、社会保障、社会不安というのが発展しちゃって、ごく一部の金持ちというものをこの資本主義が生ん でほとんどの人たちが結局は仕事もなくですね、物も買えず、見てると、そういう状態になってるわけですね。これはコスタリカだけじゃなく中南米どこも、まあ、そういう傾向が激しくてですね、これは資本主義の、一番怖いところだと、貧困さをたくさん生むという、状態にさせられているというのは、もちろんあの和田先生のそのロスチャイルド系の人たちがバックにいてですね、そういう仕組みを、まあ、米国内し、世界の資本主義をしているような国に押し付けていると、まあ、そういうことがあるんじゃないかと。これがいいかどうかは僕はあまりここでは言いたくないんですが、僕個人としては本当はやっぱりそういうのとこじゃなくてですね、別の世界があるんじゃないかと、いうことを、最近この十何年間考えてですね、偏った資本主義、偏ったそういう世界の金融機構から離れても生活できるんだと、一国として生きていけるんだという、これが大事なんですね。そういう国もあるわけですから。だから日本なんか米国とこの戦後ずっと来て経済復興して物は豊かになったけども、いろいろ問題があると、でそこから脱皮するにはその第2第3の選択肢というものを
勉強してですね、議論して、行ってもいいんじゃないかと、と僕は思うわけです、ね、米国と一緒にくっつく、ずっと行くっていうことも、これもまた悪くないと思いますが、キューバ、ニカラグア、まあ、今のちょっと、ロシアですよね、敵国になってますが、彼らの生活体系を見てると本当に幸せそうに生活してるわけですよね。だから必ずしも資本主義だけ、民主主義だけがその人間の条件としてのいい生活ができるというふうに歌ってる、これは僕は間違いだと思いますね。これは選択肢があって、で世界が今割れてそうなってますから、じゃ あそういう貧困または発展途上とされている国が100カ国以上、じゃあ彼らどうやって生活しているのか、これからどうなるんだろうということですよね。だから物を頼りにして自分の生計を立てるということを中心にするとギャップが出てくるんだけど、物がなきゃないでみんな幸せに生活できるやり方もあると、これが、やっぱりある程度勉強してみないと分からない、しかしそれを実践している国がね、キューバは当時のカストロ政権でもあったし、ヨーロッパでも結局社会主義政権であるわけですからね、一つあれですよね、必ずしもお金を中心とした幸せだけじゃなくて別の世界も考えた方がいいんじゃないかと、いう選択肢があってもいいんじゃないか。特に日本なんかは結局はその野党さんが いて、自公民に国会で反論するにもやっぱりそういう政策で反論じゃないんですね、全くね。だから結局政策がないのかということじゃなくて、そういう日本の共産党なんかもそうですけども、もっとそういう社会主義的な基本を訴えて国民にどうですかというような選択肢があってもいいんじゃないかと思うわけですね。じゃないと結局そのアブハチ取らずな、ああしたこうした、あまり政策での論議じゃない国会というものがこの、まあ、10年以上やってるわけですからね、意味のない政治ですよね。まあ、そういうこともあって世界的なものの見方から見ると日本の政治はちょっとランクが低いと称されてるわけですよね。まあ、そういうことでですね、コスタリカみたいな小さい国でもある程度生活できるんじゃないか。しかし問題はその純資本主義を中心としてやるともう行き着くとこは大多数の人間はもうホームレスですよね。大多数の人間は幸せじゃない形ができちゃってるわけです、これは確実に。そうすると麻薬に走る、毎日麻薬の抗争で10人20人死ぬわけですよね。でそれがもういろいろな形で社会不安で年間900人ないし1000人が死んで、その他に交通事故もあればですね、そういうのが社会主義圏では全くないというわけじゃないけど少ないわけですね。だからそれを生むのは、生む財源というか生むその社会制度というものが資本主義の中に存在しているわけですから、じゃあその資本主義の存在のそこの部分を取り除ける政策ができればいいですけど、それがなかなかできてないというのは世界の現状ですよ、ね。まあ、そういうことでですね、あの中米の、小国であるコスタリカの中で焦点を当てて、まあ、勉強する価値があると。日本も米国ヨーロッパだけ見てないでですね、もちろんアフリカも大事ですし、中南米のそういう小国のところを焦点を当てて日本国民の人たちに知ってもらうという意味でですね、偏ったそういうメディアにしろ、なんていうんですかね、優秀とされる人たちがもう少し幅広くやっていただかないと、偏った、行き詰まった政治になるんじゃないかと、まあそういうことですね。今日はこのぐらいで、はい、ブゲレ、はい、ブケレ、あ、ブケレさんね、エルサルバドルのブケレ大統領、これ、2期目の、選出にされまして、国民からもう圧倒的な支持でですね、エルサルは昔は結局は、非常に優秀な、日本に似て働き者で、ある程度経済圏に離れたってですか、
やっぱり賄賂とその政治の腐敗で結局社会が落ち込んで、そういう経済圏というものがなくなり、マラと称するそういう悪党の集団ができてですね、それの撲滅にあたることをこの 5,6 年やって、ほとんどみんな刑務所に入ってるわけですね。で、まあ、そういうことで社会不安が非常になくなり、二次政権では、じゃあ経済を立て直そうと、外国からいろいろ投資をしてもらって、再度エルサルの国を良くしようということで、今2期目が、の大統領が選出されるんです。彼は、アラブ系ですよね、ユダヤ系じゃない、アラブ系で成功してる人です。もちろんそのユダヤとアラブとなってくると中南米でも分かれてるんですね。これはもうほとんど中南米36カ国でも資本を持ってるのはアラブ系とユダヤ系が資本を持って、共存共栄という形ですね。でそのなぜ共存共栄ができるかっていう焦点はこのキリスト系のアラブなんですよ。でキリスト系のアラブだからユダヤ人も増えたのでということで、共存共栄の形が取れるわけであって、もしこれがキリスト系じゃない、アラブが入ってきたらこれはもう今 の, よあのイスラエルと中東と同じ状態になるんじゃないかと、これちょっとあれ、特にコスタリカはパレスチナ系はいないんですね。レバノンの中でも、キリスト系の、民族が、ユダヤ系と、ユダヤというのはほとんどが、ポーランドからの移民、第二次大戦後のポーランドからの移民でのユダヤだからアスケナイジですよね、血のユダヤじゃなくて、解消したユダヤ系がほとんどと、そういうところと一緒になって、やっぱり彼らは、商売に長けててですね、うまいですよね、そういうことで、エルサレの場合はそういう、アラブ系の、大統領が、国を良くしてですね、で今世界的に、有名な、ブケレ大統領、スポンサーというね、さっき総裁の話でそのマラと称される、悪党どもの、そのスポンサーは誰かと、いい質問だなと。それはジョージ・ソロスという話だそうですが、僕はそういう話はあまり聞いたことないわけで、スポンサーがいるのかどうかと、これもまた調べてみても面白いんじゃないかと思いますが、そういうことでほとんど刑務所に行ってですね、社会には出てこれないという状態になっているということがエルサレムの大きな社会不安を取り除いた勇気ある大統領で、しかも彼はもう何て言うんですかね、話してても正当性があるし、普通のその人ですよ。ただその勇気を持って自分の身を張ってるっていう、もちろんその軍隊があるからですね。やっぱり国家に軍隊がないところっていうのは、そのやっぱりいい意味でも悪い意味でもこういう時には、通用しないと、エルサレムの軍隊が彼を守ってマラとの対決をしているわけ で、それはメキシコなんか行ってもそうですね。軍隊がいるからある程度麻薬組織の人たちと対抗してやってられるわけで、そういうことでですね、コスタリカ唯一世界で軍隊がない国っていうところで、これまた不思議な形をとってますが、一応軍隊に称する、特殊部隊に称する武器弾薬は一応持って、警察権の範囲内で特殊部隊が、存在しているわけです。で彼らが、麻薬組織との間でのいろんな、仕事をしていると、そういうことで、だから名前が軍隊か軍隊じゃないかということじゃなくて、その組織の、状態ですよね。そういう武力を持つその兵力の中での、弾薬にしろ、拳銃にしろ、機関銃にしろ、それの、プロが見た意味での使い道によっては、軍隊に称するもの
と称されているわけですが、まあ警察権の範囲内で警察が所持することもできるということですよね。まあそういうことで、麻薬の中継地点と称されるコスタリカですが、なぜ中継地点、まあ、なぜ麻薬が横行するかって、これはもう歴史も見てもあれですけど、まあ、最初は中華ですよね、中国から麻薬をメキシコに持ってって、で、オピオですよね、オピオム、オピエムが、で、それがまあ米国に流れてると。と米国の方は、もう、やっぱり消費量がこれは増してくるわけですよね、売買ゲームっていうか、だから昔は何キロっていう計算で、今はもうトンですよね、10トン、15トン、20トンが、米国に入っていくと。年間何千トンですよね。それの中継地点としてコスタリカを選んで、そこからヨーロッパに持っていく、それからメキシコ、アメリカに持っていくと、まあ、こういう形ですよね。で、代金の支払いはもちろん米ドルで、来るわけですが、まあ、そういうこともあって、なぜ米ドルが新札が発行できない一つの大きな理由っていうのは、やっぱり裏社会のお金がものすごいあるわけで、それを変えちゃうと、それを全部ひっくり返して殺されるぐらいのことに値するから、米ドルはあくまでも新札発行ができない一つの大きな理由じゃないかと思いますけどもね。ちょっと余計な話になりましたけども、まあ、そういうことでエルサルはこれから先、ブケレ大統領が多分3期目もやるんじゃないでしょうかね、国民の納得の上で選挙で選ばれるわけで、やっぱり3期目もやって国が良くなる、国民の一般庶民が幸せに生活できる体制ができているという、ことで、非常に有名な人物でもあるわけですね。まあ、そういう人物がコスタリカで現れてくることを望んでますが、まあ、どこの国もそうだと思います、うん。まあ、そういうことで大雑把な話になって申し訳ないんですけど、何か質問があればどうぞ。はい、前回お聞きした時は治安が相当コスタリカ悪いって聞いたんですけど、はい、今も悪いです。そうそう、悪いですね。だからなぜ治安が悪いかっていう、結局は仕事がない人たちが多くと、あとそれから教育レベルが低いっていうことで、手っ取り早い、お金が入ってくるのは麻薬の売買で、で若い人たちはそれを、その道を選ばざるを得ない。でそれはやっぱり責任は国が20年前、30年前ちゃんとした教育を与えてあげなかったということと、それと国が経済圏を作るだけのいろんな行政機関が、きちんとしないもんだから、だから誰か仕事しようと思っても、いや3ヶ月、6ヶ月その申請に時間がかかり、お金がかかって、要するになるべくそういう新規事業が生まれないような形になってるわけです。でそれを打破するのが結局は元々からいる、財閥たちが訴訟しているということなわけですね。だから、これはコロンビアでもそうだし、メキシコでもそうだし、ほとんど農園主とか大財閥が新規事業ができてくると、自分のその、縄張りでの生産性が上がらないもんだから、賄賂に使って政治家を出して、そういう行政面で難しくしているわけですよね。だから片や民主主義でございます、片や、みんなの平和を歌ってるわけだけども、実際面としては空間壊れる世界ですから、そういう、財閥たちがもちろん、そのさっきの、エルサレでも五大財閥と言われた時期があるわけですね。だからそういう財閥が必ずしもいい、長期にわたっていいわけじゃないわけで、まあ、これはどこの国もそうです。だから革命が起こったり戦争で財閥が解体されたりですね、そういうのがこの人間社会の歴史の中でもしょっちゅうあるわけですね。まあ、そういうことで社会不安がたくさんあって、仕事がない、若いけども大学出ても仕事がないからどうしていいかわからないと、それが横行してるとやっぱりそういう盗みは激しくなるし、政治不安も出てくるわけです。で政治家も政治家で半分以上がもうみんな賄賂と汚職で染まっちゃってるわけですよ。でこれがまた修正できないわけですよね。
だから国が崩壊するのはやっぱり政治が悪くなるということは、これはどこの国も同じですよね。まあ、特にアルゼンチンなんかそうですね、ミレイ大統領が出てきて、まあ、第一段階であのインフレは止めたわけですよ、アルゼンチンの場合。しかしこれから先やっぱり10年、20年、30年、かけていろんなものを構築、改良しない限りは国はまた元通りに戻らない。だから崩壊するのは、潰すのは、これ何でもそうですよね。1日2日で潰れるけども、この家を潰すに1週間で潰れるけど、家を建てるとなるとやっぱり6ヶ月かかるわけですよね。だからそれはこの、なんていうのかな、あのこの地球上の原則であって、でそこのところのやりがいがあるか、意思があるか、そういう人たちが多ければ多いほど国は良くなるけども、やっぱり汗かいて、やっぱり一つのものを作り上げると、これ時間があるからやっぱりかったるくなるわけですね、大多数は。それにめげず頑張ってやる人たちの組織が多ければ多いほどその国は成長すると。じゃないともう崩壊、その日暮らしの崩壊で、賄賂とそういう悪循環、悪がはびこるわけですよね。悪は簡単、悪は、まあ、悪魔もそうですし、しかし善はこれは、なんていうのかな、強力なんだけども長期的な、観点ですよね。善は1日2日でできないんですよね、これは、ね、あの宗教上も長くやってないとできないわけですね。そういうこともあるんでしょう。だから、10年20年30年かけて、うん、徐々にやっていかない限りは一国の良くならない。崩壊はもう1年2年で崩壊しちゃう。まあ、そういうことですね。で中南部どこも同じです。まだコスタリカはいい方ですね。為替もある程度安定してるし、そういう社会不安がちょっとあっても、メキシコとかコロンビアとか、ベネズエラなんかもっとひどいですよね。で一応資本国家としてキューバなんかも60年前は非常に豊かな国だったんですが、それが崩壊し、その次ベネズエラも崩壊し、今崩壊しようとしているのは、コロンビアですよね。大財閥が抱えてこの、資本主義で米国よりが、今ペトロという大統領はこれ左派ですから、しかもゲリラ出身の大統領が選出されてるぐらいですから、非常に左寄りな国家になってるわけですよね。まあ、そういうことで、コスタリカも、ある程度じゃ個人的に見ると裕福な家庭じゃなきゃいい教育ができる。だから裕福な家庭の人たちはコスタリカの場合でもヨーロッパ、パリに勉強しに行ってですね、医学にしろ、芸術にしろ、でみんな帰ってきて生計を成り立つと。しかし裕福じゃない家庭に生まれた場合は、そういうロシアの基金、また日本の基金、米国の基金、政治の基金を、学士をもらいながら行く道はあるわけですけども、あまり将来的にそれが受け皿になって、仕事ができて、経済が豊かになるところまで行ってないんですね。しかし日本も、もう僕の知る限り60年以上やってるんですね。日本の税金で、コスタリカ人のを日本に、それを医学にしろ柔道スポーツにしろ送って、全部でそれがもう6000人以上のコスタリカ人の人たちが、日本で教育を受けて帰ってきてる。で、まあ、それに並行してロシアもやって米国もやってるんですけど、彼らのグループがじゃあ国が良くなるかといったら、どうなんでしょうね。 2-3% か 10% ぐらいですね。だけど日本もめげずそれは継続してやってるわけですね。だから日本政府って大変ですよね。1カ国だけじゃなくて、もうそれを180カ国にみんな助けて、しかも日本国内もやらなきゃならないって言うから、どうなんでしょうね。ある程度あのプライオリティを置いて選別しないと国も持たないということ。これが米国がそうですよね。ローマ帝国もそうでしたよね。結局国交沿いの移民のが管理ができなくて、しかも戦争侵略でローマ帝国の庶民の人たちが生活できてたのが、それが崩れてしまったということは、やっぱり戦争の行き詰まりと、それから国境沿いが堕落していく。今の米国がそうですよね。
メキシコ沿いの国境から移民がたくさん入ってくると。あと戦争が行き詰まったんですね、米国もね。10年に一遍の戦争ができなくなってきてる。だから戦争も良し悪しで、ある人のためには利益になるけども悲惨ですよね、今のヨーロッパでもね。そのロシアにしろ、まあ、これ3年ぐらい続いてますけども、ね、まあ、どういう形になるか分かりませんが、まあ、そういうことでちょっと話がずれて申し訳ないけども、そういうことで一応終わらせていただきます。